はい、それではお待たせしました。お時間になりましたので森さん、セッションの方よろしくお願いいたします。 えー、それではですね、えー、お話ししていきたいと思います。えー、そうそう、それ、本当助かるサポートを明らかにすることを通して、助け合い上手なチームに爆速でなるぞっていうお話を、えー、していきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。えー、気軽にですね、ディスコードなどを書き込んでいただけたらですね、あのそれについてあの後ほどお返事したりとか、反応を取り上げていけたらなと思っています。えー、それではあ始めていきたいと思います。 えー、私たちはですねあの、突然ですけれども、困っている人を前にしたら何をしているでしょうか。えー、私たちは困っている人を前にすると、まあ、助けたりをしているんじゃないかなと思うんですね。で、えー、その一方で、えーと、逆に自分が困ったとき、何をされているのか、えーえー、周りの人たちに助けられているんじゃないかなと思うんですねで。この助けたり、助けられたり、同じようにして仕事も成し遂げているんじゃないかなと思います。 えつまりですね、まあ、助けっていうのは仕事の結果に大きな影響を与えてるんじゃないかなと思うんですね。えー、じゃあ、これ、どれくらいうまく助けられているのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。えー、助けるのがうまい人もいれば、えっと、助けようとしてですね、反対に相手を困らせてしまう人もいるんじゃないかなと思います。でえー、逆に、どれくらいうまく助けてもらっているのかっていうところも見ていきたいと思うんですけれども、えー 助けてもらうのがうまい人もいればですね、助けてもらおうとして相手を困らせてしまう人もいるんじゃないかなと思うんですね。えー、うまく助かれば、まあ、仕事ってスムーズにいくと思うんですけども、この助けっていう行為がまずければ、まあ、仕事はぐだぐだになってしまうんじゃないかなと思います。えーえー、ここで、えー、一回、えー、振り返ると、えー、助けっていうのは仕事の結果に、まあ、大きな影響を与えてるんじゃないかというところですね。 でえー、この助けることを助けてもらうこと、まあ、重要なんじゃないかなとお話をちょっとしたんですけども、じゃあ一体どれくらい練習しただろうかと考えると、実は、えー、この助けるっていう行為とか、助けてもらうっていうことについて、練習したことってなかなかないんじゃないかなと思うんですね。えー、この助ける、助けてもらうっていうことは、仕事の結果に影響があるにもかかわらず、個人の経験やスキルに依存しては、はいないかっていうのが、このセッションのです、ね、スタートになります。 えー、助け合おうとよく耳にすると思うんですね。ところが、助けるっていうのは一体何なのか、助け合えているっていうのはどういう状態なのか、まあ、意気合いと雰囲気でやっていないでしょうか。えー、このセッションは、サポートという側面から助けるという行為をです、ね、分類したり、解説したり、まあ、練習できるようにしていくものです。まあ、そして仕事の中でサポートの偏りを発見して、組織的にサポートを育む仕組みを作ってです、ね、まあ、助けることと助けられることについてうまあ、くなっていきましょうというものですね。 今では助けるぞ助けてっていうことですね。これを助けることと助けてもらうことをちょっと理解して、現状把握して、練習方法、練習する方法を知るっていうことですね、えー。助けるってことについてですね、めちゃくちゃ詳しくなっていきましょう。まあ、練習していきましょうっていうことですね。ここからですね、あるケースについてお話をしていきたいと思います、えー。とあるエキスパートの入社ですね。 すごい人がチームに来るって本当かなえー、お手並み愛犬ちゃん。新しい職場だ。ワクワク。今日からよろしくお願いします。えー、頼りにしてますんで。<laughs> 頑張ります。えー、タスク終わりました。さすが早いですね。あ、これ、謝罪ルーフル違反ですね。えー、そうなんですね。えー、すぐ修正します。修正終わりました。あー、修正も早いですね。 あれ今度は顧客のルールちょっと違反してるかもしれないですね。えどうなんですかねあばばばばばばば。えー、っと、いや、このタスクをちょっと終わらせるために、あの、自分が知る必要があることって他に何かありますかねいえ、大丈夫です。これ、このまま頑張ってください。あ、わかりました。すぐに取り掛かります。えー、今度こそ終わりました。確かに終わってますね。じゃあ、社長に見てもらいましょう。 えー、どれどれあ、うん、もっと花欲しいね。よろしくね。あ、だそうです。もう一度、頑張ってください。テンテンテンと。いや、このままじゃ貢献できないな。いや、ちょっと相談に乗ってもらおう。えー、不安なことがあるので、えー、聞いてもらってもいいですかいや、できる人なんですから大丈夫ですよ。 いや仕事に、えー、影響するちょっと関係者、えー、情報とかですね、事前にちょっと知りたいので、教えてもらえませんかね。いや、何回かやってれば分かってきますんで、大丈夫ですよ。あ、まあ、なるほど。じゃあ、ちょっとうまく進んでいるのか、えー、確認して、えー、もらいたいですね。いや、まあ、大丈夫じゃないですか。てんてんてんで いやあ、仕事やりづらいなあ。の人、すごいって聞いてたけど、全然ダメだね。やっぱり。何ヶ月後。いやーここではちょっと貢献できそうにないなすいません。力足らずです。ちょっと転職したいと思います。ああ、そうなんですね。残念ですが、次のところでは頑張ってください。次のところではうまくやれるかな。えー、こんにちは。 よろしくお願いします。イエーイようこそ最初は分からないことだらけやっていきましょうあよ、よろしくお願いします。ここも大丈夫かないやー、テンション高いな。いや、しかし、仕事を始めるにしても、前の職場を引きずってるな。仕事うまくできるかないよいよ仕事始めですね。仕事を始めって不安ですよね、えー。不安になること、気になることってたくさんあると思うんで、教えてくださいね。 そうですね。不安なこと。えー、仕事に関係する情報をですね。事前に知りたいので教えてもらってもいいですかね。もちろんです。気軽に聞いてください。うまく進められるかも不安ですよね。なんならせっかくなのでみんなでやりましょうか。あ、ありがとうございます。3ヶ月後。いや、すごい成果ですね。来てくれて本当ありがとう。これからもよろしくお願いします。あ、貢献できてよかったな。 前の会社よりもうまく働けていて幸せだな。でもちょっと気になることがある。えー、2つの会社を経験したけど同じ3ヶ月間なのに全く違う結果になったな。えー、1つ目は頑張りが空回りしてしまう会社。えー、2つ目が、えー、頑張りが絡み,み合う会社。いやー、これって一体何が起きてたんだろうか。えー 1>, 1つ目の会社は頑張りがあ空回りしてしまった。まあ、仕事がどうなったら完了するのかいまいち分からない。まあ、分からないことがずっと分からないままだったりした。分からないことが怖くてちょっと不安で仕方がなかったな。えー、自分の官僚と他の人が期待する官僚がずれていた。えー、自分のスキルが、えー、結果空回りしていた気がした。一方で2つ目の会社はなんかどうも噛み合っていた。えー、仕事の完了までスムーズだったし、 わからないことの大部分がすぐ分かった。わからないことが出てきても怖くなかった。えー、仕事への期待と実績が他の人と一致していたな。自分のスキルが何か引き出されている感じがした。これはどうも働きやすいという一言ではおさまらない差があったな。と。一体ここで何がああ違いを生んだのか。 入社してパフォーマンスを出せるようになるにはまあ3ヶ月かかるって言ったりしますよね。じゃあ一体なんで3ヶ月なんでしょうその3ヶ月間って一体何が起きてるんでしょうか仮にその3ヶ月を1ヶ月そして1週間に縮めることができたらもっと力を発揮しやすい世界に近づくんじゃないでしょうかでそれっていうのは、えー、今のチームがもっと力を振るうことにですね役立つんじゃないかなと思うんですね。 えー、この何がパフォーマンスに作用しているのかっていうのを、えー、そうそう、それ本当助かる。サポートを明らかにすることを通して、助け合い上手なチームで爆走作になるぞっていうお話を、えー、していきたいと思います、えー。プロダクト開発が好きすぎて、プロダクト開発のウィキを一人で書いていた4年で1万819ページ、1200万字に育ちましたということをやっています。森と申します。よろしくお願いいたします。 えー、プロダクトオーナーやプロダクトマネジメントのコーチをしています。プロダクト作りを通してですね、引き引きとしたチームや、えー、ユーザーに貢献する活動などをしています。で、プロダクト開発のスライドありますので、えー、もしよかったら、えー、ご覧いただけたらと思います。で、えー、友達に、えー、もしよければなっていただけたらと思います。えっ、ー、と、自分のですね、えー、このアイコンですね、えー、今出しますの、ね、で、こんにちはって。 でここをですね、右クリックしていただいて、えー、そこで出てくるメニューから、まあ、フレンドに追加して,ていただくと、ですね、あの友達になれるので、えー、ぜひ、えー、友達になってください、えー。プロダクトマネジメント YY 会1回というのを始めました。ただ、これはですね、ちょっと濃くしたいので、オープン募集はしてないです。招待せみたいな感じなので、えー、もし気になったらお声かけてください。はい。 じゃあ早速、イントロダクションがですね、125ページほど使って終わったので、ここから本題に入っていきたいと思います。えー、仕事は人間関係、ネットワークを流れるというお話からしていきたいと思います。えー、私たちはですね、えー、人との相互作用を通じて仕事を成し遂げているんじゃないかなと思うんですね。一人では仕事を完了することというのはなかなか難しくて、例えば仕事を完了するためにはですね、深可欠な情報っていろんなものがあると思うんですね。 例えば、目的、成功基準、成果物で予算、使える予算とか時間、そういったものです。で、こういったものっていうのは、他の人から持たされると思うんですね。まあ、上司かもしれませんし、その仕事をこれまで何度もやってきた同僚からも、からかもしれません。で、または自分のタスクが終わりさえすれば、売上が発生するっていうことも、そうそうないんですよね。まあ、自分の担当が終わったらですね、次の工程の担当の人についでもらう必要があるわけです。で仕事を始めるにしても、仕事を終わらせるにしても、 他者ととのやり取り取するる必要があるっていうことですねでここで重要なのがこの仕事の完了に大きく影響する要因がほ他の人からの関心っていうものがあるんじゃないかなと思います。 えー、仕事を遂行するために必要な物事を提供してくれる人たちや仕事を引き取ってくれる人たちあと工の人たちで,ですねそういった方々が自分私ですね,ですね関心を持っているなら仕事を成し遂げるっていうのは比較的容易になるんじゃないかなと思うんですねで例えば周りの人たちが必要な情報や物品を用意するし年えんだすぐに声をかけて、ね、一緒に解決するよって言ってくれたら非常に仕事がやりやすいと。 反対に、まあ、彼らが無関心だったり、自分の仕事を、私の仕事をですね、後回しにするような、ね、意地悪いをしてきたら、自分の仕事を完了させるのって、途端に難しくなりはしませんかね。えー、例えば、周りの人が、いや忙しいので、えー、時間ができたら聞きますとか、手が向いたら手伝ってやるかみたいな態度だったら、えー、私の仕事を終わらせるのって結構大変になってはしまいませんかってとこですね。 えー、つまりど,、えー、どれだけ結構優秀な人でもですね仕事を完了させるための情報が欠けていたり情報の質が悪かったら誤った仕事をいや質の低い仕事っていうのをしてしまうことになるんじゃないかあその人の能力が高い低いかというよりもその人の能力がしっかりと発揮できるかはその情報をもたらす周囲との関わりの質に制約されると言えるんじゃないかなと思います。 えー、いつでも助けが得られると、えー、確信を持つことができる人っていうのは自分の役目っていうのを果たすことにですね全力を尽くすことができるんじゃないかなと思いますで、えー、この確信をこの助けを得られる必要な助けを得られるという確信させる情報をですねソーシャルサポートっていう風うに言うんですね ソーシャルサポートというものが貧困な環境だと、いくら能力が高くても浪費されやすくなります。ソーシャルサポートが豊かな環境というのは、能力が発揮されやすくなるということですね。なので、これからこのソーシャルサポートのうちについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。さて、じゃあ、助けさえあれば、ああ、いい仕事ができるのか。そうではないと思うんですね。 えー、ソーシャルサポートにはですね、さまざまな種類があります、えー。提供したサポートの種類とお必要なサポートの種類が食い違うときですね、まあ、助ける人と助けられる人が求めるものとか提供されるものが食い違うとき、まあ、サポートっていうのは失敗するんじゃないかなと思うんですね。そ,のそしてですね、この食い違いっていうのは、えー、自分たちが思っているより頻発していると。まあ、ちょっと例なんですけど、まあ、友達が目の前で骨折しました。何をしますか慰めますか病院に連れて行きますか えー、骨が折れて、えー、事故って、えー、大変なことを現場に居合わせました、そこまでで,、えー、ですね、慰めて、いや、骨折れて痛いねってなってもお、これどうしようもないですね、そうじゃなくて、タクシー呼んで病院で治療を受けてもらうとか、まあ、そうしないとまずいわけですよね。でも、こういう先ほどの慰、えー、骨が折れたことに対して慰めるだけみたいな食い違いっていうのは、実はあ日々の仕事でも起きてるんじゃないでしょうか。 相手に本当に必要だったサポートをいかに提供するのか、まあ。実はこれって難しくて、えー、結構ミスマッチしているんじゃないかなと思うんですね、まあ。サポートしたのにうまくいかない。サポートされたのにうまくいかない。まあ、こういったことを、えー、減らして、えー、いきましょう。早速、その具体的なあ方法について、えー、進めていきたいと思います、えー。ソーシャルサポートの種類には何があるのかってことですね。えー えーとこの助けると助けられるということの食い違いがあるということは、ですね、まあ、いくつかの種類があるということですね、えー、助けるということにもで、えー。ここでは仕事を進めていく過程で、ですね必要とされるサポートの分類と解説をしていきたいと思います。えー、でこちらですね、えー、まず大項目としては、間接サポートと直接サポートがあり、間接サポートの中には感情、情報、評価、権利のサポートがあります。 で直接サポートの中には、えー、見守り、共同、引き受けサポートというものがあります。じゃこれを一つずつですね、えー、見ていきましょう。間、え、接、ー、サポート、その1ですね、えー。感情サポートになります。えー、これ、どういったものかというと、まあ、認知が働くように助けるというものですね。 例えば、え、不安いや、不安なんて気のせいですよ、気の持ちようですって言われていても、自分のお気持ちっていうのは、あのえー、慌ていていたときとか、不安かなってるのは解消はされないですよね。それに対して、え、不安って言い出してくれたあのを言いにくいのに、話してくれてありがとう、その不安聞きたいなって言われると、ちょっと心が軽くなったりしますよね。えー、この感情サポートっていうのは、感情面の支えとなるような情報で、まあ、先ほどの応答ですね。 になるようなものです。感情というのはあのもうちょっと厳密に表現すると、ま状況に対する主観的な価値付けと言えるんじゃないかなと思います。で、これは知的労働に於いて非常なあ仕事における重要な情報源になります。感情なしに働くっていうことは認知能力に反対を持って働くのようなものだからですね。 でじゃあここで実体的なものというのは何かというと、まあ、やる気に満ちていたり、まあ、生き生きとしていたり、まあ、好奇心をですね、えー、満ちているといった感情、まあ、そういったもので良い仕事をする上で不可欠だし、そういうものはプラスになりますよね。で反対にですね気が重かったり、不安になったり、緊張していたり、落ち着かなかったり、そういった状況で仕事を進めるのもうまくいかないですよね、障害になってくるわけです。 でこれをちょっと考えてみると、まあ、こういった感情っていうのは、えー、と仕事に影響するにもかかわらず、まあ、職場においてですね感情っていうのは個人個人が自分で面倒を見るべきっていった形で、まあ、チームとしてケアされてるとは限らないんじゃないかなと思います。で、ここについて、まあ、ケアされれば、より的確なンダが、まあ、チームっていうのを行えるようになるんじゃないかっていうところが感情サポートのところですね。えー、感情サポートがうまく働くと何が起こるか、まあ、認知が働くと。 えー、心が思い通り働くっていうことが起きるわけですね。じゃあ2つ目間接サポートを2つ目いきます。情報サポートです。 これ比較的なじみがあるんじゃないかなと思います。えー、例えば、プロジェクトの情報や役立つ知識といったものですね。まあ、状況を整理するということとか、プロジェクトの目標や成功基準というものを確かめること。まあ、プロセスといった進め方とか、プラクティスチップスといった方法論。まあ、トゥードゥードゥイングダウンみたいな見える化されたタスクボードみたいな、そういう設備っていうのもここに該当しますね。あとその業界のドメイン知識とか、まあ、誰がどんな人なのか、どんな知識を持っているのかっていう、まあ、最近だとノウフとかありますけども、 こういう人の情報ですね。こういうインセプションデッキ、リンキャンバス、ドラッグフグエクササイズというのは仕事を進める上でですね役立つ情報サポートになってきます。この情報サポートがうまく働くと何が起きるでしょうか、まあ、現実に起きているさまざまな出来事、たくさんあると思うんですけども、その中から今後採用する重要な要素を見いだして、ですね今後の活動の機能を与えるものになっていきます。まあ、インセプションデッキとかですね。はい 感染サポート3つ目、評価サポートをお話ししていきます。これはどういうものかというと,、えー、と、目指すべきゴールやその目標に対して現在の状況とか、うまくいってるかどうかという情報になります。まあ、目的、目標、現在地、日ビフィードバック、品質の良し悪し、スプリントレビューといったものが評価サポートになりますね。はい、じゃあ、この評価サポートがうまく働くと、何があ、えー、起きるんでしょうか。 ゴールはどこなのか、現在地はどこなのか、このまま行って達成できそうなのか、進行状況を把握できて、効果的な次の一手を打てるようになるものが評価サポートです。えーまあ、カーナビのようなものですね。えー、完成サポートー、4番ですね。4つ目、えー、権利サポートになります。 えー、権利サポートというのはですね、まあ、例えば、まあ、仕事に関係する書籍を購入したり、有料の研修に参加したりといった、まあ、会社のお金とか会社の設備とかを使ったことに関する情報です。例えば5000円でか、えー、払えば解決することを、あの高単価のめちゃくちゃ高い人が1週間かけて苦労するケースって結構あるんじゃないですかね。まあ、そういったものも実は知っていれば簡単にできたってことってあると思うんですよね。えー、例えば、具体的にこの権利サポートの対象になるようなものっていうのは、まあ、高性能な p P.C. 会議室、ホワイトボード、研修施設とか保養所、まあ、高性能なマイクイヤホンとか、あとは予算の使用ですね。えー、専門書の購入、研修カンファレンスの参加、いやそれ会社で出すよとかそういう話です。で、チームで合宿、チームの懇親会の費用とかそういったものです。で、ここでのですねシグナルはですね、権利サポートがよく欠けている時の言葉というのは、え言えば用意したのに何で言わなかったのみたいな言葉が出るときはこの権利サポートというのが、えー、みんなに伝わってないっていうことになりますね。 じゃあ、これを権威でサポートがうまく働くと何が起きるかというと、まあえー、お金やリソースをうまく使うことによって、まあ、は,かはかどらせることができるということになります。はい。じゃあ、次はですね、えー、直接サポートになります。まあ、こちらは、比較的なじみが多いものになるんじゃないかなと思います。えー、直接サポート、その1、見守りサポートですね。 えー、これはどういうものかというと、まあ、タスクをこなしているところを見守るというのは、そのままですね。でただ、これ、直接タスクを手を出すわけじゃなくて、相手の仕事ぶりをそばで観察して、まあ、必要に応じて感情サポートや情報サポート、まあ、次に紹介します、共同サポートなどを組み合わせて提供するといったものですね。よく寄り添うみたいな言葉ありますけど、そういったことを行うわけです。 でえー、これ、重要なのは、ですねこれ聞か、聞かれたら答えるというような反応的なサポート、自動的なサポートではなくて、つまずきそうになったら支えるというアクティブなサポートということですね。でもちろん、このアクティブさっていうのの主導権っていうのは、このサポート、まあ、助けを求める人が決めるわけです。ただ、この聞かれたら答える、助けを求めたら介入するというのは、ですね申請主義というもので、でまあ、これ、聞く、えっ、ー、と、 助けを求める人が聞くことが難しかったり、助けを求めることが難しい人にとっては、そもそもですねこういう申請式の下ではサポートが成立する機会というのをまみつさせてしまうんですね。この下の図のように、ですね聞かれたら答えますよみたいなことの立場だと、いや、何を聞けばいいのか分からないみたいな、そういう人にとっては何の助けにもならなかったりするわけです。 はいえー、次はですね、えー、直接サポート2つ目ですね、えー、共同サポート、えー、こちらはあのどういったものかというと、まあ、あの一緒に取り組むことをですね、まあ、ペアワークとかモブワークとかそういったものなんですけどお、まあ、ここでちょっと注意なのはあ主導権争いを持ちかけないことですね、まあ、人って仕事の進め方に実は好き嫌いがあって暗黙的に、えー、自分のやり方を他の人にも採用してもらいたいとか提案したりとか場合によっては共有をしてしまうことってあるんじゃないかなと思います。この助けても もらいたいって相手の弱い立場に突っ込んでですね自分にとって有利なことを押し付ける絶好の機会にもなりかねないんですね、えー、このサポートと見せかけた無自覚な不況とか教養というのはちょっと注意してき、えー、注意しましょうみたいな感じですねこの手伝いをビ,ビームでやんねみたいな <laughs> そういうやつですね でえー、ここで大事なのがですねあのつい自分が得意なサポートを提供してしまうということもここで起きがちです、まあ。感情サポートが得意な人っていうのは、まあ、感情をつい支えようとしてしまうということですね。で支えているのに、えー、事態を好転しない時っていうのはあの助けられる。 人にとっては余計その行き詰まりっていうのを強めてしまうので、えー、注意ですねサポートっていうのはただ提供するだけではまずくてですねそれによって助けられる人が状況を打開しないとむしろ助けがあっても、えー、状況があ良くなっていないっていう形で行き詰まりになってしまうわけですまあここは注意点ですね はい直接サポート、最後は引き受けサポート、まあ、これはシンプルですね、まあ。当人の代わりに行うことで、要はピンチヒッターとか代打です、まあ。タスクを代わりに行ったり、まあ、役目をか、えー、代わりに行うということですね。でよくこの手見本を見せる手法になるってあるんですけど、これはあくまで主体がサポートされる方なので、えー、こちらはまあ共同サポートに近いんじゃないかなと思います。 はい、ここまででですねあの、えー、ソーシャルサポートのさまざまな形を紹介してきたんですけども、まあ、サポートといってもいろいろあるんだなと、でも一体どれをすればいいんだろうかっていうのを悩むと思うんですよね、こんだけ7種類もあるわけですので、でえー、このさまざまなサポートがあって、その状況に陥って,て用いる必要があるとで、えーちえー、これうまくいかなかったら食い違いが起きちゃうってことですね。 じゃあ、えー、どのサポートをすればいいのか分からん、えー、ソーシャルサポートですね、提供する順序というお話をしていきたいと思います。 えー、そうしたサポート、要はまあシンプルにですね、先ほどの基本的には上から提供するっていうのをお勧、えー、めしています、えー。上から効果がありそうか判断しながらサポートするわけですね。えー、相手の方が感情としてはあの何か動揺してないかどうかとかを見てあ、そこら辺全然平気そうだったら次は、じゃあその人にとって足りてる情報、しっかりと情報っていうのは足りてるんだろうかとかを見ながら、まあ、そういう形で見ながら、その人にとって本当に必要そうだし、その人にとって本当に役立つうものを、まあ、上から順に えー、探っていくっていくとうことですねでこれなぜかっていうと、この上の方が比較的コストが少なくて、えー、される側の人も自分の当事者というか、主体であるということを維持できるんですねで。下に行くほどサポートする人の負担が大きくなるわけです。例えば引き受け、つまりその人のタスクを肩代わりするとなると、まあ、一番、あのー、時間というか負担がかかる可能性があるわけですね。えー また、下の方に行くほど、このサポートされる人の主体性っていうのがどんどん減っていくんですね。なので、えー、自分がですね、そのなんか自分がちょっと力不足っていうか、自分の力のなさっていうのを実感してしまいがちっていうのが下の方です。で、この下から提供すると、下から順に提供すると、何が起こるかというと、ちょっとですね、破壊的な過保護っていう状況が起きてしまいかねません。まあ、先ほどもちょっとお話ししたんですけども、下からこの引き受け共同見守りっていう形でな、えー、流れで提供しようとする。 するとどういうことかというと、サポートされる立場の人っていうのは、現在のその人の状況下で無力であるということを知らしめかねないんですね。で、えー、そうじゃなくて、ちょっとした助けで本人が自分自身の力でやり遂げられるんだったら、それ以上してしまうっていうのは良くないってことです。過剰な助けっていうのは人の力を奪ってしまうっていうことですね。えー、過剰なサポートっていうのは、相手を無力にさせかねないと、まあ、小さな人押しから始めましょうっていうところです。はい。 えーと今までちょっと、おえー、さらにお話、ドルの順からやろうという話をしてきたんですけども、まあ、一方で、これ、どうやってチームでやればいいんだろうかっていう話もあると思うんですね。これ、いいなと思っても、こういうなんかいろんなセッションとかプレゼンテーションを聞いても、いや、いいなと思っても結局大変でやれないし、この勉強会いちいち開くの大変だしなって思うんですよね。えー、そういったところでつ、まあ、次、皆さんご紹介するのは、まあ、ソーシャルサポートを爆速簡単にインストールして、助け合い上手なチームになりましょうっていうところですね。 はいじゃあここからご紹介するのが、えー、ソーシャルサポートのスキルシート、イベントシート、チートシートっていうのをご紹介していきたいと思います。えー、ソーシャルサポートのスキルシートですね、最初なんですけれども、えー、これはどういったものかっていうと、えーまあ、こんな感じのものですね、えー。で、これは何かっていうと、スキルシートを用いることで、まあ、サポートの得意得意くいや、うまあ、上手いうまくいった事例っていうのを可視化して、サポートスキルの伝達を要因するようなものです。 えこういったものがないと、ですね、まあ、誰が何が得意なのかわからず、その人のことを思い込んだままだったり、まあ、社内の他ではうまくいっているサポート事例も、耳からあの自分の耳から入るだけになったりするんですよね。でもこういうようなシートで、ーッと書き出すことによって、誰がどんなサポートが得意なのかが分かったりとか、で社内のサポート、実際うまくいった事例を知ったりとかで、この良いサポートのやり方というのが急速に広がりやすくなるということです。 つまりこのサポートというスキル技能の分かりやすさや事例っていうことが違いを生んでくるわけですね。はい このソーシャルサポートのスキルシートについて簡単に見ていこうと思うんですけども、要はここ横軸ですね、えーえー、ついやっちゃう得意なサポート、つい避けちゃう苦手なサポート、良い結果、あよくない結果なんですけど、この左の2列が、まあ、チームが持つソーシャルサポートの偏りを見える化しましょうという話で、右側がサポート経験のやったこと、それで起きたこと、分かったこと、まあ知識えー、教育と形式化をしましょうというところですね。 じゃ早速ちょっと例なんですけど、えー、チームで得意なサポート、まずまあ2つぐらい記入しましょう。で例えば私だったら、まあ、情報サポートと評価サポートが得意です。で、えー、他の人は、えー、キーさんですね、えー。この人はですね、感情サポートと情報サポートというのが得意ですってなりました。 で次につい避けちゃう苦手なサポートっていうのを記入しています。例えば自分は感情サポートが苦手だとしますよね。そうしたらですね、この得意な人にコツとかデモとかを教えてもらうということです。 感情サポートであれば、キリさんから私に教えたり、評価サポートであれば、私がこのキリさんに教える、まあ、そういった形で、サポート、をうまくいった例をこう話す過程で、いや、そのサポートって、そういうふうに提供すればいいんだということを話しやすくするということですね。このスキルシートで、自分たちのサポートの偏りを明らかにしたり、うまくいった例というのを教育形式化していきましょうというところです。はい 次はですねサポ、ソーシャルサポートのイベントシートというものを見ていきましょう。イベントシートというのはこういったものになります。 えー、定例ミーティングとか各スクラムイベントの中でもさまざまなあのサポートがその中で提供されたり不足を感じたりすると思うんですね。で、このイベントシートっていうのは各イベントを効果的に遂行するためにですね、イベント開催の環境下でソーシャルサポートが十分に充実しているかを確認するためのシートです。まあ、偏りが必ずですね、どのイベントもあるはずなので、過剰なこととか足りないサポートっていうのを特定,、えー、特定してせっ、えー、各イベントを設計、デザインして 見ましょうそして提供していきましょうというところです、えー。各イベントにおけるサポートを可視化、可、えー、不得を可視化って、えー、こういったものがないとです、ね、どのイベントでどんなサポートが必要なのか、えーえー、不要なのかというのは個人の経験と感覚で判断されちゃうと。えー、これそれに対して、こういうシートがあるとです、ね、どのイベントでどんなサポートが必要なのか、不必要なのか可視化してみんなで判断できるようになるということですね。あの業務設計をみんなでデザインできるということです。 このサポートの分布の分かりやすさやサポートの設計の容易さというのが、えー、この違いを生むんじゃないかなと思います。えー、では、早速ですね、えー、これをちょっとやってみると、えー、まず、えーまあ、一番左に、えーえー、各ソーシャルサポートがありまして、最初に各イベントをですね、まあ、記入してみます。 例えばスプリントプランニング、スプリントレベル、リファイメント、その他定例ミーティングなどですね。で、えー、で最初にやることは、ですね各イベントのサポートの充足を丸伐不要みたいな形で、こういうふうに入力すると、見えるようにすると。で、こので次にですね、2番目、この十分だった時に一体何が起きたのか、良かったサポートっていうのは何だったのかっていうのを話すってことをします。 でその次に、バツいや、実はこのスプリントプランニングでは、ちゃんと評価サポートが足りてなさそう、こういうのもうちょっとあった方がいいんじゃないか。 みたいななような話をすするわけですねあとは、えー、例えば、あのー、リファインメントのところでいやここって、えー、と外部のコーチにちょっと入って評価してもらいたいんだよねってなったらその権利サポートで性、えー、的なところがちょっと足りないんじゃないかそういうふうに外部のコーチを、えー、自分チームの判断で呼ぶっていうことが自由にやれないのがちょっと課題なんじゃないかみたいなことを話していくみたいな感じですね。 要はこのイベントシートで自分たちのサポートっていうのをまあ受給の設計をしてまあデザインしていくってことになります。はいえー、次がですね、まあ、ソーシャルサポートのチートシートというお話をしていきたいと思います。え、こういうのってまあやったら効果あるかもしれないけど、いや、でも実際明日から何をしたらいいのか分かんないなっていうのってあると思うんですね。で、助けを求めやすくしたり、助け方が あの簡単になるほど違いが生むんじゃないかなと思います。まあ、トヨタだとね、あんの紐を引っ張るだけで問題 VS 私たちって環境を作れるわけです。つまり、紐を引っ張るだけで、えー、みんなでこの問題をやっつけようっていうシーンを作れれば作れるほど簡単に私たちは能力を発揮しやすくなるっていうことですね。はい、じゃあこれだけ、えー、ソーシャルサポートっていうところで、要は、 サポートを受け,受けたい人、助けてもらいたい人のサポートのリクエストって結構やっぱり勇気がいるんですよね。えー、こんなことみんなに助けを求めてもいいんだろうかみたいな。でも,も、そこももうですね、もうシンプルにしてしまって、もうリクエストはですね、これだけと。えー、助,けもうこの助けを求める勇気を減らして、遠慮を減らしてもっと簡単にしていこうと。日からもうバンバンもう、えー、使っていこうみたいな感じですね。なんかちょっと不安だったら、 〇〇か不安かもって言うだけでもうそれでいいじゃんみたいななんかちょっと皆さんの時間を取ってしまって申し訳ないんですけどみたいな枕言葉言わずにもうこの言葉だけをどんどん使っていきましょう情報サポートだったらこれ知ってる人教えてっていうだけでいいし、まあ、評価的なところであれば順調かどうか見てほしいって言いたければいいし何か欲しかったら役立ちそうなんで買ってって言えばいいしで見守りサポートですねこの自分の作業を見てもらえーあのえー、寄り添って もらうんだったらこの手順やるから見ててほしいって言えばいいしで何か一緒にやってもらいたいんだったらこのタスク一緒にやってほしいって言えばいいし。 で、引き受けてもらいたいんだったら、ちょっと代わりにやってほしいって言えばいいし、ここに関して、えー、勇気も遠慮もガンガン減らしていくみたいな感じですね。で、次にこれをですね、言ってもスルーされたら、えー、サポートって成立しないですよね。ちゃんと周りの人たちが受け取らないといけないわけです。まあ、まずこのサポートできるかどうか置いといて受け取るってことが大事ですね。で、それがおすすめなのがですね、こういうやつですね、サポートする側のリクエストの受領ですね。っていうのを、えー、なるべくこれもですね、コスト低くてく。 簡単にできるといいですね。ですぐに反応するとで、大切なポイントはこのサポートをリクエストした人がホッとすることだと思うんですね。でも、えー、っとか問題を。 え解決するっていうのももちろん大事なんですけど、まずはほっとすること、えー、周りの人があ自分のちょっと助けてもらいたいっていことを聞いてくれたんだっていうことに関してちゃんと反応するっていうことになります。で、これができたら、じゃあその後に、じゃあ,あ具体的にどうやっていこうか、どれくらいしっかりとサポートしたいのかみたいなことをですね、えー、やっていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな形で、えー、サポートをするにしても、受けるにしても、えー、やはり人によってですね、あのうまい、 下手とととか気軽にやれるるちょっっ重苦ししくなってしまうっていうういのはあると思うんですねこういったところをすっとこういうやり方を標準化するみんなで共通のやり方にして遠慮とか勇気を減らしていくっていうことになります。で、えっと、ちょっとここはですねこのサポートリクエストの受領のところでお話ししたいことがですねこのスタンプっていうの先ほどありましたけどこの解釈一致性っていうのは結構悪いんですね。スタンプって簡単にあの素早くリアクションできてすごく便利ですよね。 でもこれって受け取る人って解釈のばらつきが大きいって研究もあったりするんですね。この解釈でなるべくスタンプ使うんだったら解釈ブレ耐久性が高いスタンプを使っていきましょうと。先ほどのチートシートにあるようなものですね。誰が見ても返しがブレない。どんなメンタルでも返しがブレないようなものがおすすめですで。例えばなんですけれども、まあ、えっ、ー、と、なんか草っていうのってあるじゃないですか。<laughs> ととかか受けるとかそれって結構言われた側ってメンタルいい時は冗談かなユーモアかなっていうふうに思うかもしれませんけどメンタルつらい時とかちょっと切羽詰まってる時に草とかそういうスタンプ置かれてるとイラッと気にしたりねする可能性もあるわけですね。それはえー、と えー、押した側はそんな意図がなくても、ですね、えー、受け取り側がそういうふうにですね違うふうに誤解してしまうということはたくさんあるわけですので、こういうところについては、えー、まず解釈一致性が高いスタンプですね、えー、と先ほどの,このなるほどわかる相談しようみたいな、えー、誰から見てもおかしくないものから始めて、徐々にウェッティーなあーチーム独自のちょっと遊び心の含んだものを増やしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい ではそこのところで,です、ね、えー、と先ほどのおさ、えー、ちょっと受け取り手の話をしましたけれども、このサポートする能力とサポートを受ける能、受け取る能力っていうお話をしていきたいと思うんです今回はです、ね、特に受け取る側の話をしていきたいと思います。えー、サポートっていうのを提供するにも能力必要なんですけども、受け取りにも、えー、能力っていうのも必要なんじゃないかなと思うんですね。 えー、サポートしてくれる、えー、人に対してですね、サポートしにくい態度を取ったら、そのサポートの質とか頻度っていうのはやっぱり下がっていっちゃうと思うんですね、えー。例えば分からないのに分かったふりをしていたりとか、いつも機嫌が悪くて人を不安にさせたら、そういう人に対して、なんてうか助けたいっていう気持ちって、えー、少なくなるし、怒ってる人だから、その人がちょっと丁寧に話を聞くって、もう、えー、かなり大変になってきちゃいますよね。 まあそれを考えるとです、ね、このサポートの提供がうま,うまい下手っていうのはも,もちろんなんですけど、サポートの受け取りがうまい下手っていうのもあるんですね。でえー、このやっぱりサポート受け取りが下手だとです、ね、どんだけサポートを提供する人が上手くても、あんまうまくいかないってことになってしまうと。えー、サポートが身を結ぶかどうかっていうのは、提供されたサポートの質だけでは決まらない。えー、受け取りの質にも左右されるってことですね。 こののサポートの受け取りについいてて、えー、お話ししきます、まあえー、その前にちょっと一例として会話の進展は応答が決めるというところを話をしていきますね、えー。おしゃべりってありますねで。話をする人が会話をコントロールしているかのように思うと思うんですけども、これ実はです、ね、聞く側の応答によって影響を受けているんですよね。おしゃべりな人でも上の空の人を前にしゃべり続けることってすごく難しいです。つまり、この聞く側の応答というのは発案をうの促しているということですね。えー、なんか話していてていもほげーって なってたら、本当にこいつ聞いてんのかってなっちゃうじゃないですか。でもなるほどなるほどってなったら、もうどんどん話したくなってきますよね。えー、これと同じです。サポートの進展うまくいくかどうかっていうのは実は応答っていうのは非常に大きな影響を与えます。 会話と同じように相手が上の空だったら継続的なサポートって言うのはあ難しいです。サポートを提供する人の能力を発揮させるっていうのは受け取る人になるわけですね。サポートを充実させるためには受けた人がですねサポートをしっかりと認知して、えーえー、需要していることを相手に知らせる必要があると。あなたからは私はサポートを受けて助かってますよというのが応答ですね。 サポートしていても、ほげーってなてってたら、もう聞いて、本当にこいつ、助かる気あるのかみたいなあ風になってるんですけども、いや、めちゃくちゃ助かりますよっていう風になると、こちらとしても、助ける側としても助けやすくなるわけです。このサポートのまずい受け取りについて、いくつか見ていきましょうか。サポートしますよって、そんな人の前にですね、現れる態度、4つの態度が、無関心、猜疑心、理想すぎた評論家みたいなのをちょっとですね、見ていきましょうか。 えー、無関心というのは、まあ、会話と同じように相手のトラーだと難しいと思うんですけど、えー、このサポートを提供する人の能力を発揮させるのは、この受け取るっていうのと、効果的な相互作用によってなんですね。ね、まあ、お医者さんが医者と患者のどちらの協力にもあよって、効果的な治療がです、ね、実現できるように、サポートも1人ではです、ね、実現されないわけ,なわけですね。なので、ちゃんとお話を聞くっていうのがあうまい、えー、ちゃんとしたサポートの実現に不可欠になるわけです。 というのは、えー、提供されることを疑い持って、不信感をあらわにする態度ですね。それって役立つの納得させて、気に入らないとか。理、え、想ーいたというのは、サポートする人に際限なく要求して、時間全意を枯渇するまで使い込もうとする人です。他人の時間は俺の時間みたいな感じですよね。サポートしてくれるんですよね。それは役に立たないで、別の方法を提案してくださいとか、代わりにやっておいてくださいみたいな、そういうような態度です。 で評論家って何かっていうと、サポート内容を非難したり、要求したり、自分の好みを合わせようとするような態度ですね。サポートが遅いので、一体なんか違う、助け方が下手みたいな、えー。こういうようなあ受け取り方をすると、まあ、助けようとしてもしんどくなりますよね。距離を置きたくなりますよね。で、最低限の関わりになりますよね。そ,うそれは当然、パフォーマンスも落ちるわけです。 じゃあどういうふうにするとサポートがどんどんうまくいきやすくなるのかというと、まあ、助けてくれて嬉しいとか特にここが助かったよっていうふうに、えー、リアクションしてくれることですねそうするとどんどん助けたくなって助け会があって人との距離が近くなってで近くになると観察する機会も増えるわけですのでサポートする頻度も質も上がりますで結果パフォーマンスも上がるわけですね。 えー、このサポートを受け取る能力、まあ、どれくらい助けがいがあるか、まあ、この助けがいというのが重要というところになります。はい。じゃあ、ここまででいろいろお話をしてきたんですけども、えーまあ、最後ですね、えー、ちょっとお話をしていこうと思,うんで思います。まあ、人が集まっただけでは、まあ、チームじゃないとよく言うと思うんですねで。チームって一体何なのか。 いやこれまでの,あのサポートっていう観点から見ると、まあ、豊かな協力、まあ、尊重、確かな価値、そして責任ある役割とコミュニケーションの相互ネットワークの一員であると、まあ、自分が確信できるとき、人っていうのは能力を従前に発揮できるんじゃないかなと思います。で、この相互ネットワークですね、このネットワークっていうのは、えー、生き生きとしていてですね、その名前こそがーチームなんじゃないかなと、私は思います。 えー、このネットワークによって一体何が起きるのか。えーえー、最初のところですね。まあ、すごい生が来てくれてありがとう。これからもよろしくね。冒険できてよかった。えー、こういったあ、この自分一人では全力を出しても実現できなかったことをですね、この仲間たちがいたからこそ実現できる。そういうかけがえのない体験というのは起きるんじゃないかなと思います。えー、こういうふうに促れている方がいるかもしれません、えー。次のところではうまくやれるかな。 こんにちはよろしくお願いします。といった時にですね、いえ、ようこそって、えー、言えるような、えー、生き生きとしたネットワークを、えー、広げていきましょう、えー。そうそう、それ、本当助かるサポートを明らかにすることを通して、助け合い上手なチームに爆速になるぞっていうお話をしてきました。えー、皆さん、聞いてくださってありがとうございました。えっ、ー、とですね。 えーまあ、もっとここら辺深めたいなと思う方はですね、こういったこ、えー、点について、えー、検討してみたりするといいんじゃないかなと思います。このリクエストをもっと簡単にできないか、えー、リクエストからの応答というのをもっと早く適切にでき,る、えー、できないだろうか、このサポートというのは、えー、どういったものが提供可能なんだろうか、もっと幅広いサポートを提供するにはどうすればいいんだろうか。でこのの提供されたサポートの受け取り ですね、助けられる側がどれくらい簡単に助けられるんだろうか、まあ、満足につながってくるところですね。まあ、そういったところもまあ検討してみると、もっともっとよくなっていくんじゃないかなと思います。はいえー、皆さん、お話聞いてくださってありがとうございました。はいえー、16時42分なので、はい、3分残しでお話することができました。 皆さん聞いてくださってあり,、ま、ありがとうございました。あの質問など、えー、ディスコードの方で書いていただいたものについては、あの後ほどお返事した,したりしたいと思いますし、えーと、この後、そのディスコードなどを残していただけば、あのそちらも、えー、合わせて、えー、後ほどお返事したいと思います。また、あの別のところで何かあ気になることがあればですね、あの <laughs> いつでもお声がけしてもらえばいい,い,いなと思います。 ズームがですね、えー、エラーがずっと右下でピコンピコンになってるんですけども、落ちなくてよかった。ありがとうございます。えっと、トラックの、えー、案内してくださったあトラックオーナーの方も,も今回ありがとうございました。よいしょ。はい、森さんありがとうございました。ありがとうございました。 この後ロスタイムどうされますロスタイムっていうのは何とあるんですかちょっと、17時からメイントラックでクロージングという予定になっています。あそうなんですか。<laughs> いや、まあ、まあ、なんか質問とかあれば、あの、他にお答えしますし、まあ、今日の中では、あの、そうですね、取り入れられなかったものとかは今いくつかあるんですけど、えー。 何か気になることがあれば、ぜひ気軽に聞いてください。そうですね。 あちなみに最初のストーリーのところは要はオンボーディングですね皆さんの会社でも、えー、とオンボーディングに関する悩みってあると思うんです、ねまあ入ってきてもらってその人を活躍するようにあれこれすると思うんですけども、まあ、それに実は時間かかっちゃってるんだけどそれをもっと、えー、爆縮できないかっていうところですねでそのお新しく入ってきた人がもっとお短い時間で活躍できるようになるうそういう仕組みっていうのはえー、普段のチームのおーパフォーマンスを上げるところにもすごく役立つでっていうのが、まあ、今回の話 の流れになります、えっと、サポートを受ける側の練習方法、ああ、なるほど、そうですね、えっと。先ほどのチートシートですね、えっと、チートシートのところで、えー えまあリクエストを投げてで、それに対して返ってきたものについて、えー、それがあ、えー、まずはまあ感謝ですね、まあ、サポートしてくれてありがとうとか、サポートしてくれたことをあの受領するっていうことはもちろん大事で、でその次に、そのサポートがど,のどういった効果があったのか、どう役立ったのかっていうのを、えー、フィードバックすると、どん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 助かるっていうことに関して、上手くなっていくその人自身もうまくなっていくんじゃないかなと思います。 要は、えーと、自分がサポートをですね、助け舟を出して、えー、助けてって言ってで、助けてもらったってことに関して、えー、どれくらいうまくいっているのか、例えば1から100点で言うと、今回は何点ぐらいだったのか、もっと点数を上げるにはどうすればよかったのか、どう自分が関わればうまく助けられるようになるんだろうか、みたいなことを、えー、話したり、みんなで話したりするといいんじゃないかなと思います。 あとそうですね。こまあ、今回はあのー、はスコープの範疇に入れなかったんですけれども、えっ、ー、とこのまあ、ソーシャルサポート っていうのはは万能ではないんですねなので、えー、本当にちょっと疲れてしまって、えー、何かあのうつ病であるとかそういうふうに深刻な状況になってしまった人っていうのはあのチームでなんとかするっていうのはあもうソーシャルサポートでは、えー、どうにもならないところです。そこれはソーシャルサポートの研究でもそうですね。えー、ある,てある程度のところであればあの素早くソーシャルサポートによってカバーできて回復するっていうのがあるんですけども本当になんか深刻な状況になってしまった人とか何か 病気を抱えてしまった人っていうのは、それはもうすぐにエスカレーションなどをすることによって、適切な処置に進めたほうが望ましいですね。はい、えーと、万能ではないってところですね。 あ,あと、じゃあ、スタンプのですね、えー、っと、えー、っと <laughs> これも、まああの、ちょっと疲れて,るし,て、えー、しまってる人はですね、ちょっと解釈でも、まあ、今あ、ディスコードに貼ったんですけれども、えー、っと、誤、まあ、って解釈するっていうのはありますね。 話も出ましたけど、ウェットな言葉、徐々に使っていく感じがいいかなと思います。 まあ全然使ってもですね、<laughs> コミュニケーションがですねあのうまくいってるっていうのであればいいんですけれども、えー、なんかチームが納期ーーマニアであるとか、いろいろ大変な状況の場合はですね、それに関して勘違いする人とか解釈違いする人とか、あと新しい人ですよね。あの本当に えーと通貨の中でも何年も一緒に仕事をやって、えー、分かっている人同士だったらああそれってばっかじゃんみたいなことっていうのも純活用になると思うんですけれども新しく入ってきた人はそれに関していやいや自分はそのばかにされたみたいなふうに思ってしまうこともあるかもしれないわけですね。まあ、そこに関しては、えー、と受け取る側あ発信する側が、えー、相互作用し,、えー、しながらあ何とかインタラクションをしながらあーそのおー なんていうか、ぶれない言葉を使いましょうとか、なんか硬い言葉だけ、フォーマルな言葉だけを使いましょうっていうのも、えー、結局パフォーマンスに悪影響を与えちゃうと思うんですよね。えー、なんていうか、えー、よそよそしい仕事のやり方みたいな。いそれはそれで、えー、まずいなとは思います。 ああそ,うそうなんですね。その、<laughs> えー、なんか人の目を見るっていうやつもですね、えー、どういうの釈なのかって人によって全然違っていて、えー、恐ろしいですよね。えー、っと、えあ、ここ、こちらですね。 えー、今表示されているものが、あのー、調査あされたやつの一つなんですけれども、えっとえー、この真ん中の列のやつですね、この泣きマーク,泣きマークみたいな感じのものは、これはな、えー、泣いてるっていうふうに解釈する人が、まあ、約50%で、謝罪が30%、困惑が25%、なんと感謝っていうものが10%あったわけですね。喜びっていうのも、まあ、9%ぐらいあったと。 こんだけ幅広く違う方向性に解釈されてしまったら、えー、まあ,あコミュニケーションでもなかなか危ういですよね。だこれも多分あこういうふうに解釈するんだっていうふうに初めて他の人の解釈を知ってあそういうふうに捉えてたんだっていうふうになるわけですね。あそあそうですね。 なのでここについても、えー、実は人っていろんなこのーマークとかアイコンとか、まあ、スタンプに関してもさまざまな解釈をするっていうところがあるので、まあ、この解釈をそのものものをテーマに、えー、話をしてみる、まあ、振り返りとかで話をしてみるっていうのも,も面白いかもしれません自分たちがどういうふうに物事を見て判断する傾向があるのかね。 えー、なんかいろいろ皆さんにとって、えー、現場に戻って、えー、チームと話をするネタみたいなものは、いろいろ散りばめることができた感じですかね。一旦、ここら辺で、あのー、なんて言うんでしょうね。えー、セッ,まあ、セッションとしてはもう区切られてるんですけれども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、終了した方がいいのかなそれとも、やっぱりつな,つなぎとして話していた方が、 えっと、聞いてる人にとっても嬉しいんですかね。なんか、クロージングキー,トキーノートへのオン、特にオンラインから参加する人だおは、なんか、無音空間だと寂しくなっちゃいますよね。そういったところをね、なんかコンテンツであるといいんですけど、もしくは、小橋さんがめっちゃいい話をおしてくださるとか、<laughs> もしくは、今日の一日の振り返りとかをしてくれるとか。 一旦えっ、ー、とえー、共有は止めます。はい、ありがとうございました。